大阪・関西万博開催500日前イベントが行われ、片岡愛之助さんが登場。万博で披露する歌舞伎の魅力について語りました。衣装とかも全部本物を使ってますし、はい、あとは全部生演奏なんですね、はい、ですからそのライブというそういうものを体で楽しんでいただきたいと思いますね。ぜひぜひぜひ日本全体を盛り上げるためにはこの文化というものを大切にしていただきたいですね、はい、また万博のテーマソングを担当しているコブクロも登場。10月に急性肝炎で入院した黒田俊介さんは退院後初の公の場となりました。毎日豆腐を食べてます黒田俊介です。よろしくお願いします。いやー黒田さん、よかったです。本当に来ていただいてありがとうございます。本当にいや、よかったです。間に合ってよかったです、はい、ご心配をおかけしました。